はい、本日は、私がネット注文していたあるものが届くので、それの開封動画というか、まあ食べ物なんですけどそれが届いたので、みんなにご紹介したいと思います。今ちょっと待ってます。はい、来た。来ました。ずっと待ってたんですけど、何を買ったかというと、開けてからのお楽しみです。では開けたいと思います。じゃじゃじゃーん、じゃじゃーん、じゃ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 ーん。あれだ、明細が入ってるぞ。購入金額は1440元です。1440元は日本円で5000円ぐらいかな。5000円ぐらいです。わあ、もう入ってる。わあ、嬉しい。で、中国語を読みますね。中身、商品名、八福免运、团购美食抽起来、净添加、麦芽糖、台南花园夜市美食，全台独卖，300公斤一盒。っていうやつ。わかんないね、これじゃ。商品名には書いてないですもん、だってあ、そして、あ、ちなみに楽天で買いました。私が好きなこのお店は、楽天で出していたので、楽天でしか売ってなかったので、あ、売ってなかったというか、最近ネットショッピングを始められたので楽天で購入しまして、この商品の会社は高尾にあります。高尾の民本巴士地瓜、聞いたことあります？っていうところのやつ。そして開けますね。じゃじゃじゃん、じゃ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 ん、じゃん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 。見えないだろうな。じゃん。わかる？地瓜、拔丝地瓜，拔丝地瓜，加加。大学芋です。大学芋です。面白すぎて咳が出てきた。私が高尾と台南に行った時に見つけたら絶対買う大学芋屋台がありまして、大学芋屋台さんの大学芋です。冷凍です。あ、ちなみにヤマトで送ってきました。ヤマトさん、ありがとう。冷凍してくれて、冷凍で運んできてくれて。の単語なんで、1、2、3、4、5、6、7、8個全部持てるかな。ちょっとね、友達にもやったり、冷凍庫に冷凍保存できるんで、結構長持ち。常にこのストックがうちの冷凍庫には入ってることになります、今から。嬉しい。めっちゃ美味しいんですよ。めっちゃくちゃ美味しいんですよ。めっちゃくちゃ美味しいんで、おすすめです。強烈おすすめです。マジ美味しそう。もうすでに美味しそうやもん。凍ってんだけど、これこのまま食べてもね、アイスっぽくていいと思うんですけど、ちょっとチンしたりするといいんじゃないかなと思います。面白い。
ここ本当に通販始めたばっかりなんですよ。なので箱が全部違うらしくて各人に送ってくるやつね。これね、シティコーヒー、シティカフェの氷を入れる箱って書いてある。多分セブンかなんかでもらったんだろうね。セブンの、シティカフェでセブンコーヒー、セブンでコンビニのコーヒーなんですけど、コンビニのコーヒーに入れる、氷を入れるための箱もらったんやね、きっとね。でした。またちょっと、はい、です、イエーイ、嬉しい。じゃん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23個ぐらい、だいたい23個ぐらい、まあ重さによるんだろうけども、入ってます。 300g らしいです、1袋、はい、開けました。じゃーん、これ半分です。半分を皿に乗せたらこんな感じ、結構山盛りでしょ。いただきます。多分運ばれてくるときにちょこっと解凍されてるんで倒れる。おいしい。あそこの味、日本の大学芋の味、うまい。あ、おいしい。あのね、中のさつまいもがめちゃくちゃ甘くて、で、こちらが分かる、この分かんないからちょっと音が入らないかもしれないですけど、噛んでる時にザクザクって言うんですよ。硬くないんですよ、この周り硬くないんですけど、噛むと音がする。いくよ。聞こえるかな、聞こえた。うまい、やばい、今ちょうどいい。ほんのり冷たい、でもアイスほど冷たくないし硬くない。うまっ。おいしい。やばいな、これ食べてしまうよ、私多分普通に。もし台湾に住んでいらっしゃる方が見たら概要欄のとこにリンク貼っとくんで、ぜひ買ってください。で、台湾に遊びに来てる方だったら、このミンホンの、ミンホンって明らかにヒロシって書くんですけど、浮かんぶりにこう、ヒロイのヒロシね、あ、明日の明日にヒロイでミンホンって言うんですけど、ミンホンのバースディークワの屋台がほぼ毎日、ちょっと待って、今調べますね。ミンホンのリーグはインスタに今日はどこの夜市にいますっていうのをお知らせしてくれるんですけど、それを見ながら行ってください。たら、だいたい台南の花園夜市か高尾の岩山夜市、岡山夜市とかその辺にいたりします。ストーリーとかフェイスブックとかでよく流されるんですけど、屋台はね、こんな外観、この外観の屋台です。見つけたらぜひ、花園夜市とかのにいることが多いと思います。あとはもうネット通販してホテルに送ってもらうとかしてみてください。はい、では今回は私が大好きなディークワの大学芋のお店がネット通販始めたということで、すぐに注文して買ったので、それの開封動画って言っていいのかな、食べ物紹介動画を撮ってみました。はい、ではこの動画はここまで。面白いと思った方、ぜひグッドボタン、また視聴者登録って言っていいのかな、よろしくお願いします。またこんな面白い動画、美味しい動画、美味しいおすすめ商品などご紹介していきたいと思います。バイバーイ。じゃーん、これ凍ってるバージョンです。お店の人の
インスタのストーリー見たら凍ってるバージョンでも美味しいよって書いてあったので試しに凍ってるバージョン見てる。カチカチ言ってながら凍ってます、コンコンしてます。今出したばっかり。あ、でも普通に刺さったよ、スポって。いただきまーす。いただきまーす。普通に噛める。美味しい。確かに、確かに凍ってるバージョンも美味しい。ほら。こんな感じ、中こんな感じです。なんか私にピントが合っちゃう。結構硬いけど、キンってする感じがないです。噛んだ時に。氷のなんていうの、擦れる感じ、歯に擦れる感じあると思うんですよ、氷食べたら。これは、全然大丈夫。美味しい美味しい、嬉しい。でした。